と皿。死んだ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 。やめろ。はい、兄ちゃん大好きボタンエビ。やめろ。よいしょ、エビだ。わあ、すごいね。刺すな。やめて。あ、ウニ。あ、ウニ。みーちゃんよく頑張ったね。みーちゃん。いくらだ。あ、こんなところにフルーツの森が落ちてる。食べる。マヨネーズも持ってきて。醤油。マヨネーズと醤油。辛。あ、さっき来た。ウクライナでっか。でかいよ。日本の 1.6 倍。日本のトルコの。1年から11日も。めっちゃの寿司だって。多くの人たちが地下鉄の構内へと避難しました。あ、南東部ザポリージャ州の知事は、中心都市ザポリージャに住んでいるのに、さて食べようかな。プーチン政権が2日連続で報復だとして大規模な攻撃を行っています。はい、先生。今食べるぞ。ロシア側は日本の領土を攻撃したり、よいしょ。糖尿だったらご飯は少なくなりますよ。うるさい。これに市民が19人が死亡し、105人が怪我をしています。このうちの水分がエネルギー関係の水分が少ない。アリがめちゃ食べてる。贅沢なんだよこれ。ありえないよ。のり。羨ましく見える。醤油と。これじゃない。Thank you。ゼレンスキー大統領が参加する予定で、G7 としてロシアの攻撃を強く非難するとともに、ウクライナ支援で結束した行動を確認するもの。めっちゃキュウリじゃん。
マヨネーズ。マヨネーズ。肉のまだ硬いな。いきなり。うわー、入っちゃった。入ってもわさび。うん、これね。水際対策の大幅な緩和。うまっ。政府は今日から入国数の上限を決めます。エビ食べる？ちょっとね、キュウリ袖入れすぎだわ、ミ。ミ。また感染が疑われる症状がなければ、入院の検査。ちょっと俺少なめにしよう。ミちゃんお菓子いっぱい。あ、ごめんね、ありがとう。トキホじゃない、ミーちゃん。そう言ってみたら、キャストなんてで。あの、いくらいい？あ、うまい。あ、みーちゃんのお菓子。海外から到着した人たちを歓迎しました。本当だ、硬い。なんでだろう。わかんねえ。はい。これだけでいいや。ああ。逃げた、逃げた、逃げた。明日、ちっちゃかったもん。いや、息がいいんだわ。でもコロ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 落ちたからね、取り上げてるから。かったい。国ちょっとやっぱあれ、2、3日経ったんですか。そうそうそう、あれがここにお水置いといたら、みーちゃんこぼすわ。うわ、スーパーボールみたい。スーパーボール。コロナ禍の前、日本の旅行者は、あれないよ、流水時の見込みあるよ、これ2019年には3,488万人、消費額は年間4兆8,000億円に上っていました。従業員たちが外国人観光客を案内する宣伝会で店舗に使う。うわ、アスパラうまっ。オーストラリア産。ホテル？あ、頭ちょっとめっこり取ってくんない？出汁っすから。これ、中トロ。頭べっこ。そして、今日からは観光需要の喚起策、旅行支援もスタート。お、旅行行きたい。え？旅行行きたい。最大で8,000円、クーポン券も含めて、いいよ。最大で11,000円の割引を受けることができます。うちは家族が多いので、たくさんいます。ありがたいんですけどね、すごくありがたいですけど、なんかニンニクがうまいな。これって大丈夫なのかなっていう。やっぱ俺ニンニクの人なんだな。これに牛すじの煮込みをこう。あれいいや。なぜ皿の上で食べないの。お母さんぼんやりしてた。群馬県は全国旅行支援の実施期間で、今のところこぼれてるよ。ねえ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 。おっしゃ、食べて。もう一個食べてきたんですか。11月以降については今のところ許可の範囲にしたことができないところでしょう。予算では来月以降の予定への影響を心配しています。うまい。延長よりも僅か10月です。そんなうまい。早めの判断をこちらにご指示いただければ。あれに似てるな。また今日は、宿泊予約サイトや旅行会社のホームページは、予約アクセスが集中し、入国時点での一部、分かりにくい状況になっています。全国旅行支援の対策を大幅に変え、柔らかいやつもある。専門家は、感染対策について次のように。大きいなりすぎ。大きい方があれ、日本の粒生えてたな、これ。うん、ちっちゃいやつ。シャコ。日本に来たらそういうものもちょっとやってみてくださいねということで、そういう情報発信をして。
みーちゃま水際対策の緩和と全国旅行支援のスタートに合わせて観光政策を議論する関係閣僚会議が開かれました。旅行消費の早期開始、特にインバウンド消費については、なんかどのプロプロだね、50万円が達成することを目指し、集中的な政策パッケージを、わさびがうまい。その上で、石田総理は来年の観光戦略をまとめた基本計画を年度末まで改定し、インバウンド需要の回復に向けた具体策を、このモフモフの上で食べないで、これ、はい、どけて、二人ともポロポロ落とすから。旧統一教会について、バラキフッチ宗教法人法に基づく解散命令を請求するよう申し入れ、いや統一教会旧統一教会の元信者を支援している全国霊感商法対策弁護士連絡会です。法務科学大臣や法務大臣などに対し、宗教法人の解散命令を速やかに請求するよう、ロシア絶対来ないでお前、明らかにしました。日本とはロシア違うからな。日本語通じないから。いや違うな。思想な、頭の中で殺されるんです。過去のものについて全く変えられない。日本は良くなったんだよ。もう自浄作用、教団内部での自浄作用は期待できませんから、これはもう解散請求を行うことないだろうと。ロシアで言ったら殺されるんで。宗教法人の解散命令が、そうだね、捕まって殺されちゃうね。ロシアと日本違うからね。ロシア日本語通じる、いや通じないけど、解読されたら終わりだな。そういうことね、言っていい国と言っちゃダメな国がある。日本はいいんだよ。全世上の優遇措置が受けられなくて、だから日本はね、任意の宗教団体としては活動を言えるんだよ。これまでに法令違反などを理由に解散命令が出されたのは、地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教と、最高幹部が詐欺の罪で実刑判決を受けた和歌山県に本部があった明覚寺の2団体のみです。明覚寺なんかあったのかな。初めて聞いたの。明覚寺ダメだったの。ああ、すごい抽象的なため、判断基準について検討。オウム真理教と同等ってことでしょ。明覚寺何したんだ、調べてみるか。明覚寺やばいんじゃない、相当やばいってことでしょ。オウムと同等なんでしょ。まあでも解散命令ってことはだんだん中国化してるってことだな。一番のね、作詞者はね、今回の申し入れ国ですよ。文化庁の担当者は、申し入れの文書が届いていないのでコメントできないとしています。今 NHK の世論調査です。去年の内閣発足後初めて支持と不支持が逆転しました。NHK は今月8日から3日間、ご覧の方法で世論調査を行い、 53% に当たる1247人から回答を得ました。お母さんは本気だ。支持率です。シャワー冗談支持すると答えたのは、選挙の調整に求めて下がって 38% だったのに対し、支持しなかった人は、なんでこんな男なんだろう、 43% でした。おすごい、言われた、すごいこと言う。でも俺怒んないよ。言われた。ねえねえ、それで食べる。ばあちゃんね、そんな子産んだ覚えないんだけど、ちょっと増えてる。ねえ、他の内閣の予想が どっかから流れてきたの。じゃあ自分で蜂の人で拾われたの。そうだろうか。うん、そうだろ。じゃあ上り川太郎。乳首太郎だって乳首立ち上るっていう。お前どこから立って何言ってんだよ。たまに卵からうんこ出てきた。いや、うんこからうまい。お母さん。走ったのがまだ間違うわ。なんか起きたんだよ。
ちゃんも同じじゃん。そうだよ。これはおしっこから。評価しない理由では費用に全額国費が使われたからが 34%、 実施の根拠が曖昧だったからが 25% などでした。旧統一教会をめぐる問題への岸田総理大臣の対応をどの程度評価するか尋ねました。大いに評価するが 2%、 ある程度評価するが 16%、 あまり評価しないが 37%、全く評価しないが 36% でした。山際経済再生担当大臣が旧統一教会との関係について行った説明に納得しているかどうか聞いたところ、納得しているが 5%、 納得していないが 77% でした。政府の物価高騰対策をどの程度評価するか尋ねると、握られてるのかな、評価するが 6%、 弱みはある程度評価するが 37%、 あまり評価しないが 35%。 結局反日宗教に保守政党が組みってやったことが問題なのよ。わかる？各党の支持率です。ちゃんはチンチンで生まれて、俺はご覧のようになっています。そうだな、おかしいよくわかったな。なんで人は同じじゃないんだろう。こちらはうんこうんこ、うわ、その感覚大事よ。実はお前はもうちょっと大きくなれば全て人は同等だということがわかるから。ちゃんの言うことは全部冗談だから。ねえ、とにかく来るんだ。お母さんはめちゃ本気やけど、なんで本気なんだ。冗談通じねえか。東京品川区の大崎、冗談で言っていいことと悪いことがあるから、冗談で済まされないことちゃんがさっき言ったからよ。JR東日本の独自に開発した自動列車運転装置が搭載されています。うわ、びっくりした。乗客を乗せた営業列車で、じゃん、お皿の上で、お皿の上でお寿司作ろう。操作は駅を出発する際にボタンを押すだけです。余裕がないんだよ、余裕が。めっちゃビビり。パソコンや電車や道路を行う運転手は念のためレバーを押す。おもちゃね、これいいんだよ。俺は俺はどう思われてもいいんだし。到着します。あらららららら、また逃げた。電車も自動で行われました。レデキうまいな。じゃあコンコンしない。コン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 しない。コン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 。エビはエビ関係ない。おい、マグロを刺身で食うな。なんだよ、どうやって食べたんだよ。巻いてくれ。1日の利用客は醤油なしで76万円。ラッシュ時には3分に1本の今日手巻き寿司なの。ホームドアが何で刺身食うな、刺身食うな。先輩の刺身などにも対応できるから巻いてくれ。ここマグロは、マグロの安いやつになるから。生マグロはあげる。水ください。お水、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 集中停止させ、再び自動運転に戻す対応を確認しました。エビカニ決車いいじゃん。決車海苔も刺身で食う。うん、すげえ跳ねるな、これすごいコロンコロンだね。強すぎて水入れて、いいのか、水に入れてみていいの。確かに確かに、これはこれで贅沢だ。全然濡れてない。薄かったらもう2日3日経ったやつだから。
当時つけたやつだ。2028年ごろ。吸ってすぐ来たんじゃないか。だけど一晩置いてんだよ。一晩置くのほら、つけの1時間から切って最短だよ。専門家がこれ結局ストップしてるやつは引いたってるってことだ。そう、これがもう最短。贅沢ですよ。こっち来るんだよ、これ。手巻き寿司やだからね、うん、このガチガチ感がすごい。贅沢ですよ。ね。NHK は2023年度までの今の経営計画の修正案を行いました。お、 NHK を復活視聴者に還元するため来年10月からおと言って NHK を見てる人もいる。1割に値下げすることや NHK と頑張ってんね。衛星波を一般削減することを打ち出しています。NHK いっぱい見てるから、これで止まるから。いや、結局税金だろ、こんなの。もう金取りすぎなんだよ、こいつら。1割値下げや衛星波の一般削減などを盛り込んだ修正案をまとめました。修正案では、スリムで強靭な新しい逃げる構造計画の進捗状況について、訪問によらない効率的な営業に移管して、うん、2022年度にできんじゃん。できることになんなかっただけだろ、こいつら。営業経費率が155億円以上あらゆる業務の見直しにより2023年度までに事業支出を550億円に削減する一方、経営資源を NHK の番組など多様で質の高いコンテンツの取材制作に集中することなど、今の計画通りに達成する見通しが立ったとしています。これを受けて視聴者の金額として、もう差し抜けた方がうまいな。ノリと一緒になっちゃうとなんかおまけちゃうな。修正案に基づく受信料額は支払契約の場合、口座クレジット払いでは現在の月額125円で下げ、もっと安くしろよお前。もともと取りすぎだったんだって、こいつら。振込支払いでは月額1275円から175円値下げして月額1100円とな。八物高橋の功績だな、これは。口座クレジット払いでは現在の月額2170円から NHK と頑張ってる。認めざるを得ないな。継続振込支払いでは現在の月額2180円から270円値下げして月額1950円と。高すぎなんだよ。年間2万なんぼだね。ネットリックス高いし、ネットリックス高いんだよ。NHK の予算は今年度の6890億円から2022年度の2028年です。ネットフリックスって高いんだよ。来年12月に番組改定を法律に守られやがって。新 BS4K と新 BS2K の2本を使っています。うるせえな、これ。もう、これ、新時代のニュースでやることやねえだろ。衛星波のうち、1本を削減します。新たな衛星波は、2K の2本を使っています。なんかエビエビ言うから。いらないの。これは、これは初めて言った方がいい。ノリでっかいやつ1枚食べて、お腹いっぱいにするもん。前田会長は記者会見で次のように言いました。世界的規模で物価高が続く中、少しでも視聴者の負担が上がるというもので、計画策年賞2500万円さらに踏み込んだ還元策といたしました。それを高く、信頼が高いコンテンツのサービスは一緒だ、こうちゃん。それあるし、果たすべき社会的役割は一層高まっていくと考えております。改革を稲田とマグロってこうやって食ったら変わんねえな。全力で推進し、 NHK を本当の意味でするので、強靭な組織に変えたいと思います。トイレ、はい。NHK はこの修正案に対する意見募集を明日から来月10日まで実施し、寄せられた意見などを踏まえて、もう一回行く。もう一回行く。
今日はご覧のようなことをお伝えしています。次のニュースです。あと、いらない、そんなにいらないよ、みーちゃん、一匹ずつでお願いします。大きな影響が生じています。岸田総理大臣は子ども食堂などの募金を提供するフードバンクなどの活動を支援する事業を大幅に拡大することなど、支援の拡充策を違う総合経済対策に盛り込むよ、みーちゃん。物価高騰によって、大きな影響を受けている、経済的に、困難を抱える、家庭の子どもさんたちの支援も含めてきめ細やかな運用に心がけていきたい。ロシアのウクライナ侵攻で現地でのビジネスの見直しを余儀なくされています。日産自動車は軍事侵攻の影響で部品が調達できないなどとして、今年3月からロシアのサンクトルの賃金が上がらないのはロシア人に日産が金払ってたんだよ。今も生産再開の日本で生産するでしょ。日本人に金が落ちる。工場を運営する現地法人の意識すべてロシアの政府機関に一円みんな会社ロシアみんな安い。売上全部こいつらに行くんだね。人件費中国だとかさ、日本で作りゃいいんだよ。そうだよ。だけどこいつらに賃金払ってるから日本人賃金落ちないんだよ。そういうこと。一票の格差。なんで安いからって。こういうふうになってみて初めてわかる。中国がなぜ強いかっていうと、それを社会主義で仕込めてるから。うちは資本主義だから、金儲けるんだったら好きにやっていいよっていうのが、この国の弱さなんだよ。で、安いところやる。そうそうそう。ただ、なんで賃金上がらないの？だって、ロシアの人は中国人に金を払ってるから。どうしたの？ちゃんと座って食べなさい。どうしたの、みーちゃん。エビで酔ってんだよね。やっぱりちゃったね。朝は第二高級のお店で食べよう。もうごちそうさまっぱい。アスパラうまいね。何食べる？エビ食べるの？アスパラうまいな。九条こいつ。のりこれで終わり。のりのり？のりのり？東京は明後日、最高気温を見てみますと、この日は新年の日でここまで上がらない可能性もあります。コープさん、かなり寒いんでありましたね。可能性が大きいですか。コープさん、説明してください。あれ、突然の18度。最低気温？最低は？手荷物で大丈夫なんだ。いや、言えばいいんだよ。沖縄は所々で雨が降りそうです。海外やねん。国内は全然何も見たいない。はい。伊豆諸島の東側諸島では、また関東は東部で強い雨が上がらない。ずっと曇りやん。これ友和かなって言ったら、あ、もらった。宿泊代って言った。泊まりチェーンって安い。いや、金曜日までは大きな雨が降る見込みです。何？今日だけの？今日だけなの？いや、売ってない。いや、いつ売るかわかんない。で、日課にも降りない。あれは日課。日課いるですか？直売じゃない。日課直売。毎日行ってんだよ、俺。日課毎日行ってんの？そうだよ。知らなかったね。どんだけウイスキー好きだと思ってんの、俺。知らなかったね。あ、言ってなかったっけ？ちょいちょい言ってんだよ。まあ、毎日じゃないけど、ちょいちょい。で、泳いでる。あるかな？そう。いやいや、こうやって見たね、人の目にね。だから、こんなんなんか、
店じゃないか。今これ今日渡したやつ。本当だよ。ネットで買ってみな。こっちが好きだよ。一人三本。しますよ。四本買ったの。高いかな。この時期から10点の岩手の酒は。お兄ちゃんでなんで拭くの。ティッシュで拭きなよ。そりゃ怒られるよ。やめてって。お兄ちゃんやめて。それティッシュ刺した。その一方で下の海ではほとんど取れなかったブリがなぜか。ダメだよ。やだ、トキちゃんで吹かないで。チャンス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 。ちゃんと巻いてやって。魚の生息域に想像以上の影響を与えている可能性が見えてきたのです。もうないよ。なかったような大変な生態系の状態が大きく変わったでしょうか。本当ですな。私たちはどう対応すればいいのか。食卓に上る魚から考えます。いやー。逃げたよ、ピンちゃん。踏まないで、お願い、踏まないで、踏まないで。リムロではサンマ、岩手では鮭など、各地を代表する魚なんてか。鮭に困ってませんな、うちは。鮭に困ってませんな。鮭不足なんだって。めっちゃ困っている。日本海が困ってて、お前だってよ。50人ぐらいで、あの、かっこいいなって、こちらは釣りバカたちの畑です。素晴らしい。今年7月で言いますと、過去30年の平均値と比較して、2度から4度間ね、なんぼあれでも表でも密だねって。だからまーちゃんはそこから外れたところでやってる。魚は自ら体温を調整できるので、まあ、ちゃんは本当かわいい。人間に当てはめるとかわいい。あ、こぼれてる。変化するようなものだと指摘する研究者もいます。美しいね。魚たちに何が起こっているんでしょうか。異変の現場の一つ、箱根。見て、あれあれ、夏美ちゃんもずっとやんちゃくなったよ。誰みたいな感じ。あんたしかいない。ゆめちゃんだな。ゆめがあれ。はい。あれ、どっか行っちゃった。さ、ティッシュ取ってくれる。足下ろしなさい。これ、お、いくらの。そう、マット。お母さん。ああ、ママ。のところにあるティッシュ取ってくれる？本当ないよ。今は10分の1以下に落ち込んでいます。10分の1。イカも取れなくなったもんね。海だけど、海で出るような気もするね。イカの不良に海水温の上昇が大影響しているの。取りすぎなんだよ。南岸側の水温が高くなって、来ているということから、海運傾向が変わって。毎年あんな何万トンってたったら減るって。サンマだって。外国の花嫁もいっぱい来て、撮ってたからね、サンマだっていなくなるって。それはなんでわかんないんだろう。取りすぎだって話よ、単純に。あら、ピクチ。だからマグロがなんか取れて、取れなくなって、一時みんなで巣に行って、巣にあげて指定したんだ。そしたら戻ってきた。取りすぎ。ごちそうさま。まだ。うん。魚が戻れば釣りたい。魚が釣れば釣りたい。だからウニもあれ、
一カゴだけって両親決まってんだから。なんか戻ったら幼稚園でニシン取れなくなったのな。うん、今戻ってきたけどね。無理です。うんこぶり。これまでの漁獲のトップは長崎県や島根県。ところが温暖化とともに急激に漁獲を伸ばして、あらあら、いやぶり安いもん。やめなさい。ブリがすごいのは、うん、ブリだ、ブリ、ほんとブリ、新しいの欲しい。函館で上がるブリの多くが6キロ以下の小さなもの。みーちゃんに撮ってるんだよこれ。しかもいいんだよみーちゃん。冬に油が煮になる前に回遊してくるため、市場で買いたかったらしい。泳いでる、氷の海を泳いでる。まずはね、ここ古いな。最接近になれば、ちょっと、でっかいですね。怖い。肩の骨折れるよ。そんな感じ。見て、折れた。見て、折れた。お、折れた。そんな弱じゃねえよ、俺は。あ、取れた。頭入ろう。新たな生存競争だよ。頭してたよ。宮城県石巻では、春ごろにほとんど取れなかったサバが10年前に3倍取れるようになりました。サバは体にいいんだよ。わ、その煽りを受けて、何こいつ、その人に瀕しているのが鮭だ。これもうなくなっちゃった。鮭とブリの違いも分かんないのか。これだ、これイクラの、いくらいくらを作ってくる人だ。鮭はね、顔がね、ほら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 、安いよ。あれ、それしゃくれてんのか、鮭。しゃくれてんのか、ブリ。あんとして育ててきました。あっ、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 あっ。しかし、この10年ほどで46分の1に激減したのです。いやー、ありがたいね、ほんと。ちゃんと食べろよ、これ。ありがたい、ここがこぼれてるの、ほら。ほら、高いのが一粒一粒やめくれ、一粒。今年は本当にだんだん安くなってね。こっち勝ちだな、幼稚の勝ちだな。いや、幼稚じゃない、古いです。そうやって言うとさ、胃袋の中を調べると人もまた集まって、このフルビラも禁止。放流した鮭の稚魚がサバに食べられていることが。フルビラなんて誰も好んだよ。鮭がサバに食べられている、ざけんな。サバの量っていうのは非常に莫大になりますので。え、結構サバが鮭を食うの？そう。くそ、サバ食うしかねえな。じゃあこぼれる。うわ、ボタン全部なくなった。誰食べたの？すごいじゃん。エビ吉だな。いや、全部溶き上がっていい。いや、はい、ほんと食べるじゃん。ナイス持ってきな。気持ちいいほど食べるよね。ね、むしろかっこいいね。なんかね。食わせいう料理もあります。それと同じようなことか、スープスタイル製でのできないか。やばね、下から。探して全国1200カ所。何をアイス入れすぎると応援するよ。大丈夫、いける。もう若くはちっちゃくはね。これしよう。こらあー、拭った。本音拭ったな。抱きしめるふりして拭る。そうなの。あー、好き好き。そして拭る。お前キャバ嬢見たくなるな。お前キャバ嬢だろ、こんな。いや、なんか口から出たよ。この女将来やばいのか。やばい。順位方さ。分析などこから覚えてるの？パパパパちゃんか。ちゃん、いや、こんな将来やばいなんて。ちゃんがみんな言うんだよ。これ何？え？学校行ってみんな言うからね。みじゃなくなんでも言うからね。なんだそれ。辛いやつじゃない。そんな俺伝わってんよ。あ、あれか。うまい棒の明太子。いや、どこにあいつ。あんたじゃん。ダメじゃん。あらゆる生物がその場にとどまっていて、まあ、安定の状態にあると。うまい棒の明太子。そうだね。そうでしょ。さらに、全く予想していない。待って、ごはつぶつぶって。
頭ついた生息域を見られる可能性のある魚も見られるんです。お、よく取れたな。プロジェクトのメンバーが生活を専門に進めるのが大事です。基本的には出来上がる種類が多いでしょうけれども、あの居場所を奪われるっていうことで南に下る魚もいるかもしれません。取れる魚が種類が変わるってこともあるんです。地球って回ってるの、環境 DNA 調査のために含めて知らなかったの。好きと太陽の研究会議の事務局長で、おー、天動説コペルニクスが命をかけて勝負したんだけど負けたやつやね。地球が中心じゃねえよ、つまり自己中心的なやつの発想だ。はいはい、みんなのバスケちゃったんだよ。穴掘ったら溶岩でちっちゃったら、それダメだっちゅうの。それはバスケの時に食べるやつだから。それ以上だって食べよ。違うのあるまだあるんでしょ。違うのない、もうないんだ。 あそこにあるよ、なんかもうみーちゃん、アイスある、アイス。ごちそうさま。死んだお魚は、あ、ヤクロえ、まだ食べたいのみーちゃん。クメ食べればごちそうさまでした。いや、ちょっと待って待って、よし、ごちそうさまでした。小さなご泳ぎ大事です。美味しかったね。よいしょ。今日はやらない。いやくたくたくた。これ置いといて俺食べる。みーちゃん、チョコが食べたい。いやー、くたな。あー、ほんと揉めたけど食ったな。